見えるかな？大丈夫かな？皆の者、久しぶりだな。元気にしておったか。また巡り会えたな。独身の神リンネである。まあ、ツイキャスではちょこちょこ配信してしもうたんじゃけど、 YouTube の方では1週間、ほぼ1週間ぶりか。元気にしておったか。そんなこんなで我らは無事、帰宅し、帰郷した。でな、ちょっと本来よりもちょっと早く帰ってきてしもうたので、もうね、このやるせない思いを歌にぶつけてしまおうと思った時に、一番大好きな曲で癒されたかった。一番大好きな曲を歌いたかった。わらわが一番好きな、恋焦がれるもの、そう、それはディズニー。ディズニーなんよ、大好きなんよディズニーがな。だからもうね、もう今日はね、めちゃめちゃ楽しみながらね、もうディズニーランド久しく行ってないけど、ディズニーランドにね来たような心持ちになるように歌いたい。うん、そなたたちをわらわと共にディズニーランドへ連れてってやろう。うむ、ということで、こんばんは。扉開けちゃいます、海行っちゃいます、どっちも行っちゃえばいいんじゃないって思ってるけれども、とりあえずちょっとね、この後ゆまたね、いつもね、わらわがなぜ急いでるかっていうとね、この後友人たちとね、またオンライン飲み会をね、わらわが沈んでるのをね、気にしてな、催してくれたのよ。じゃからそれがある前にちょっとサクッと歌ってからね、アゲアゲでね、オンライン飲み会の方に、オンライン宴の方にね、向かってしまおうかなっていうところなんよな。いつもありがとう友人、そしてオンライン前に歌っていてごめん。お礼を言いつつ、挨拶をしつつ始めようかと思う。タロウ殿こんばんは、レモン殿こんばんは、ユーリ殿こんばんは、ウシ殿こんばんは、ヨシ殿こんばんは、シルビア殿こんばんは、キリ殿こんばんは、ムトリ殿こんばんは、ヨシソリ殿こんばんは、別の KK 殿こんばんは、ちょっと待って、ちょっと BGM 流れてない。闘魂のパッチン殿こんばんは、タラ言ったな、シルビア殿こんばんは、ダリオ殿こんばんは、ディズニーオフ会、シルビア殿、そう、ディズニーオフ会いつかしたい、いつかしたい、いつかしたいってずっと言っとるんじゃけどさ、やっていいんじゃろうか。ケイ殿今来た、クソワロタ、何ワロてんねん、こっちとら関西帰りじゃぞ、ほらやるか、ほらちょっと関西、なんか関西行った後にね、帰ってくるとね、なんか関西弁できるようなね、気持ちがしてるんじゃけど、まあ、錯覚ないよね。萌ちゃんこんばんは、キュー殿こんばんは、ゆり殿こんばんは、怖い金玉ライダー少佐殿こんばんは、アー殿こんばんは、ということでな、もうね、歌っちゃおう、もうじゃあみんなもディズニー行きたいじゃろね。だからさ、本当はオンラインオフ会、ディズニー会なんてね、まあ夢のまた夢なんじゃけれども、こたびまではね、まあこの現状を踏まえて、今回はオンラインディズニーランドオフ会じゃ、オフ会じゃないな、会じゃな、ということで早速もうね、歌っちゃおうと、歌おうぞ、歌うぞー、ということで、ちょっともうね、もうどんどん歌っちゃおう、どんどん歌う、ほい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 、ははは、キングかな、マウスじゃね、わかってる。はい、ということで、そうね、今回はわらわがそなたたちをディズニーのめくるめく夢の世界へ連れてってやろう。ということで、まず行くのは、まあわらわね、あそこじゃろってことで、そなたたちを海の楽しい世界に連れてってやろうと思う。行くぞ皆の者、海じゃ、潜れ、海に潜るんじゃ。隣の海藻は青く見えるさ、陸に行くのは大きな間違い、周りを見てごらん、この海の底、なんて素敵な世界だ、これぞ何を望む、素晴らしい、あなたし、誰も私の言うことを信じて、
あっちじゃ働くだけ、朝から晩まで、こっちじゃずっと遊んだらけ、あなたし。ここではみんなハッピー、波と戯れ、あっちではアンハッピー、狭い水槽で、だけどねまだマシ、いつか誰かが腹ペコになったら、すぐさら飲むわ、やだね、素晴らしい。あなただし、誰も包丁フライパン使わない。あっちじゃノリのネタ、こっちじゃのびのびと、毎日が楽しいよ、あなただし。あなただし、スーパーで踊ってみんなハッピー、気持ちいい。昨日の魚たち奏でる音楽、それはなぜわかる、なぜあなただし。こっちじゃフルート、こっちじゃハーフ、あのベースラインは決まってる、ブラスもナイス、ドラムもグッズ、スイングのリズム、やればできるのさ、ほらリズムに乗って歌う。難しいことは抜き、一気に決めよう。この辺わからん、この辺わからんけど、楽しく歌えば OK じゃん。あつこめナイス、ラン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 、海の世界最高じゃん。いいぞ、やっほー、あつこめナイス。あんたたち、あんたたち、明るい気分のリズム、私のため海の暮らし、あんたたち、この辺わからん。よし、海の世界に行ったな、みなのもの。いや、素晴らしい。いや、楽しいわ、あんただし。最高じゃな。最高すぎるじゃろ。ということで、一曲目は、あんただし、海。いやね、ディズニーシーのさ、あのワールドすごない？初めてさ、あのアリエルのワールド行った時さ、あの時の感動、あの地下に潜っていく感じのね、実際地下なんだけどさ、アンダーザシーって感じでさ、うわ、海に潜っとるわ、わらわってな、感動したもんじゃわ。あー、行きたいわ、ディズニー行きたいわ、ディズニー行きたいわ、ディズニー行きたいわ、ということでちょっと1曲目に書かせてもらおう。アンダーザシー、いや最高じゃな。ちょっと待ってよ。あー、癒されるわ。海、何、明日ディズニーシーに行く。くっ、羨ましすぎる。くっ、羨ましすぎるではないか。わらわも行きたい、ディズニー。ディズニーを犯したい。豆ドラグーンに行きたいわ。わらわだって行きたいわ。一緒に行ってほしいわ。この流れでパートオブユアワールドを歌ってほしいという言葉があるならば、歌ってやるのが世の情け。ということで、もう次の1曲目、次はもう決めたわ。もう次決めちゃった。ちょっと次決めちゃったけど、ちょっと書くな。探そう。はい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 。ちょっと待ってよ。曲名でっかい。ちょっと待って、曲名でっかいね。まあまあ、ちょっと待って、曲名がバラバラにかかってるからちっちゃくする。ちっちゃくするわ、ちっちゃくするわ。いやね、わらわがね、一番ね、好きなね、エリアは、でもさ、やっぱ、あー、難しいこと聞くな、お前。難しいこと聞くな、ちょっとそうじゃな、わらわが一番好きなワールドはね、でも、行ったことないんだけど、あの、美女と野獣がわらわ一番好きなのね。だから多分行ったことないんだけど、ディズニーランドのあの美女と野獣のワールドに行ったら多分そこが一番になると思ってる。ただ現状ね、現状だったらまあやっぱ
やっぱラメアマーメイドラグーンかなって感じ。うん、そんな感じよ。行きたいわ。 ありがとう初コミのリス。いや、そうじゃよ、わらわのね、わらわのチャンネルは海のように深く優しく広い、そう温かい、そうそういう感じじゃからな。楽しんでこの海を渡ってってほしい。わらわのコメント欄という海をノンブラコンブラしてほしいわな。伝わったかな。ちょっと待って、今やってるわ。あ、ラッキーアンドのいらっしゃい。え、いいな、行きたいな。いや、公開前日行きたい。いや、わらはね、ランドとシーじゃったら、現状ランド。やっぱね、美女と野獣があるから。それの一点じゃわ、本当にね。よし、もうね、どんどん歌っちゃいましょう。じゃあ、この流れできたら、まあ、この曲よねっていうことで、ちょっと待ってよ、広告が流れております。やっぱ美女と野獣なんよ。でもね、現状はちょっとこの後、海に潜っていこうと思います。よいしょっと。それでは参りましょう。あ、こんばんは。あ、発熱か。ゆっくり休めるようにこの曲をそなたに送る。よく見て素敵ね、これでもっと完璧、何でも持ってる私は全て周り中取り囲む、なんてたくさんの宝物、陸にあるもの全部手に入れた。何に使うものかも知らないの、名前もねえ、これ欲しい、10個もあるのだけど足りない何か。人間の住む国でみたいな素敵なダンス、そして歩くなんて言った、あ、足綺麗じゃと僕は行けない、足がいるわ、踊ったり散歩したり、どこを歩くんだっけ、道歩いて走って、日の光浴びながら自由に人間の世界で、あげるわ、ここを出て暖かい砂の上で眠れたら、三国はいないわ、あんなわからずやわ、私は子供じゃないのよ、わからない教えてほしいことたくさん、なぜ君は燃えるの、教えて、いつの日か行くの、世界の果てまでも行きたい、人間世界へ。アリエルいいよな、幸せになってほしい。ちなみにリトルマーメイド2では子持ちになったり、メロディーという娘もあるさ。熟女となったアリエルも美しかった。はい、ということで CM 入っちゃった。ありがとう。どんどん歌いましょう。どんどん歌いましょう。アリエルいいよね。癒されるよね。ちょっと BGM 流そう。もうどんどん歌いますから。友人との飲み会が備えてますのでな。あら、
ありがとうスパチャ、ラッキーアンドのありがとう。久しぶりすぎてスパチャできなくてうずうずしてたから、とりあえずスパチャもスパチャに取りつかれておる、取りつかれておる。ありがとう、取りつかれたもののスパチャをありがたくむさぼってやろう。いただく。見て、待って待って、面白い。スパチャ公式カメトーク最高だぜ、お前たち最高だぜ、ナイススパチャだぜ、ありがとう、最高だぜ。はい、ということでありがとう、楽しいね、楽しい。やっぱディズニー行きたいわ。やっぱディズニーってさ、歌うだけでさ、気持ちがさ、あのさ、もう飛び上がる、飛び上がるよね。ウキウキになるわ、やっぱり。やっぱテンションの上げ幅がとてつもない。分かってほしい。もうこんな感じだったけど、ちょっともうどんどん行っちゃいますからね。もう今日はもうね、もうごめんな、全然雑談とかもできんのだけど、もうどんどんやっちゃいます。皆のものはさ、ちなみに皆のものはディズニーシーとランドシー、まあ全部込めていいわ、全部込みで、どこのアトラクションが好き教えてほしいわ。ちなみにわらわは、先ほども述べた通り、美女と野獣があるワールド、あのワールドが行きたい、焦がれておるわ。でね、よし、ちょっと待てよ、次はね、もう決めてんじゃん、わらわ。歌えるかわからんけど、もういいのよ、歌えるかわからんけど、歌いたいっていう思いだけの先行で歌っていこうと思ってるから、今回な。歌えるかどうかわからんけど、歌う。もうね、もういいの、迷いは捨てて歌う。あ、やっぱね、なるほどね。あ、やっぱね、インディーはね、確かあの激しいアトラクションはいいよね。プーさんのハニーハントか。あれさ、最初 2時間、3時間並ぶのがザラじゃったよね。並んだわ、うん、オープン当初行ったわな。ディズニー行きたいね。よし、じゃあ次、次はもう決めてます。海と来たので、次はもうね、海と来たら、そう、陸越えて空、空といえばあの絨毯じゃよねっていうことなんじゃわ。はいはい。で、みんなが多分今思ってるのはあっちの曲かなって思ったんだけど、あの多分ことごとく裏切るから、はい、行きましょう。もうどんどん歌っちゃいます、もう趣味ですから。行きましょう、参ります。はい、この盗賊がいた。だけどマスター、あんたは持ってき、誰も叶いはしない。すごいパワー、赤の粉、操作パンチは爆弾、ほら見てよとか、ライブちょっとこするだけだよ。やっそー、ご主人様ご用は何、はい、ご注文はどうぞ。お姫様ママよかった、レストランでこのメニュー、カモン、ご注文は何なりどうぞ。あなたのしもべ、Yes sir、 部長最高サービス、ヨーザーボス大賞金、お望みのものをお手元にドゥビドゥババ豪華券なんてまで届け、最高の友達、たとえどんな時でも、わはは、どうだい、すごいだろ、わはは、イエイイエイ、ドゥビドゥビドゥバ、こんなことできるかい、こんなことできる、こんなことだって、お手の子さいさいだい、ちょっと見てよ、ほれかわいこちゃん、わらわだから、あぶらかだぶらかめ、ちょっと行き過ぎダメよ、ぶったまげるけど、ほんとさ、種も仕掛けも完璧、ロード許可も持ってない、マジな魔法使いだぜ、願いはそっと一言耳にお聞かせを、紙に書いた長い願いだって、たちまち叶う、はい、ほほ、ご主人様、ほら願いをどうぞ、私はあなたの子分、そう、最高なお友達、おいえ、ご機嫌なお友達、ほら、見て、見て、You are best, best! わはは、
最高じゃない？かわいいジーニーじゃったろ。かわいいじゃろ。なあ、かわいいと言え。なあ、ユア殿、ナイスパー、ありがとう。ナイスパー、ありがとね。ありがたく、いただこう。いや、アラジンいいよね。てかさ、アラジンのさ、なんか、わらわね、ディズニー映画の実写映画も全部見てきてるんだけど、あのね、ディズニー映画の実写映画の中で、もうナンバーワン、もうナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、もうオンリーワンみたいな感じで感動したのが、アラジンの実写映画なんよね。もう見てないなんていうものは早く見た方がいい。早く見てほしいわ。もうめちゃくちゃ感動するから。もうほんともうね、何がね感動するかはね、ちょっとねオチにつながる話だからさ言えないんだけどさ、いやもうね、もう好きって感じ。ちなみにわらわはアラジンの映画も見てるし、さらにはアラジンがあの番外編としてあのねビデオをね昔ねどんどんね続編続編続編、もうリトルマイメイドね 1,2,3 どころじゃないぐらいで、あのもう続編の続編の続編のみたいな感じでね、もうそれはそれはね素晴らしくね、あの話をね番外編として展開していったんだけど、いやね、あの辺のね話もねもうね回収してってね、もう素晴らしかった。見てほしい、うん。ちなみにわらわが好きなのはあのジャファーの逆襲が結構好き。あのあとあのね、ジャスミンが花嫁姿になる、あれなんじゃったっけ、ジャスミンの花嫁姿のやつちょっと忘れちゃったんだけど、もう最終的に結婚式あげるシーンのあのエピソード好きなんよね。あ、ミュージカルもええんじゃ。ミュージカルはまだね見てないのよ。うわ、これはちょっと良くないね。ミュージカルね、アラジンだけかもしれんわ見てないの、ディズニーの。あ、リトルマーメイドも見たし、あのノートルダムの鐘も見たし、アラジンも、アラジンじゃない、ライオンキングも見てるんだけど、アラジンだけ見てないのよね。やっぱアラジン見た方がええんかな。ええよね、きっと。リンネ様、シンドバッド好き。シンドバッドも好きよ。好き好き好き。あ、そうじゃ、更新、瀬戸利更新するの忘れとった。ちょっと更新するわ。ちょっと待ってな。そしてもうちょっと約束の時間があるから、もうどんどん歌わないと間に合わない。ちょっと待って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 待てよ。待て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 。待てよ。パート、オブ、ユア、ワールド。ね、こっちがフレンドライクミーできたな。はい、よし。じゃあもうちょっとね、あと2曲ぐらいしか多分歌えないと思うんだよね。何がいいかな。終わりなんじゃ、あと2曲、あと2曲で終わる、あと2曲で終わるから、あと2曲で終わるから、ごめんじゃけど、ごめんじゃけど、あと2曲な。どうしよっかな、何がいい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 かな。じゃああれ歌っていい？じゃあわらわさ、ちょっとあのね、プリンセスのやっぱね、おなごはいつだってプリンセスにね、あのプリンセスにね、ちょっとあの憧れがあると思うのよね。あるじゃろ、ない、あるじゃろ、うん、あるのよ。だからやっぱディズニーと来たら、うん、プリンセスだから、プリンセスの曲を歌わせていただこう。そして最近、まあ、昨今この10年来の中では一番有名になったね、あのプリンセス行こう、うん。扉開けますか。扉開けるためにはさ、あの相方が必要だから、あっちではない方を歌わせていただこうかなと思います。こんばんは、いらっしゃい。美女と野獣歌わないですか。歌いたいな、そっちも歌いたいな。でもちょっとあのね、美女と野獣もデュエット曲が多いからさ、残念ながらさ、こちとら一人なんよね。そう、こちとらね、お一人様じゃからさ、まだね歌えないのよ。ちょっと待ってよ。でこっち、これ歌いますから。はい、歌いましょう。もうね、ハッピーになれる曲歌おう。どんどんハッピー曲、ハッピー曲いきます。歌いましょう。待てよ。はい、どっこいしょどっこいしょ。あれ、あ、20時スタートか。OKOKOK、 行くわ。まだ行けるか、ちょっと行きますよ。飲み会は20時スタートじゃ。ではこの曲歌います。
ちょっと待って。はい。あー来たー。窓元はもう開いてる。なんて久しぶりなの。お皿もこんなにたくさん。閉ざされてた部屋もお祝いのために綺麗に飾られて、まるで違う場所ね。不思議な気持ち、この時も夢見てた。そう生まれて初めて音楽になり、生まれて初めて炎に明かすの。嬉しすぎてあたし舞い上がりそう。もう一人じゃないの。夢のよう、今日はいろんな人に会えるのよね。運命の人にも会えるかも。今夜は美しいドレスね、おしゃれして、誰よりも魅力的に。突然気がつくの、素敵な若者に恥ずかしいからチョコ食べちゃう。いろいろお話しして仲良くなるの。なんか変な気持ちで、生まれて初めて心が踊るの。ロマンスの訪れも密かに呪う。の特別な誰かと出会えるように。エルサちゃん一人でいたいのに、誰にも会いたくない。もちろんこの手で触れたらみんな気づいてしまうわ。でも今日だけなら、今日だけでもうまくやろう。夢を見たい気楽のなもんも今会いたくな。すべてを太陽を食べよう。恋を見つけて隠し通すの、一日だけでもときめきたいの。そう生まれて初めて、生まれて初めて自由だから。まさかのちょっとエルサパートも頑張ってみたが、結果うまくいってるのかよくわからん。いやー、やっぱいいよね。やっぱ王道プリンセスもいいよね。たまらんよね。なんかさ、それまでさ、ずっとさ、このエルサが出るまではなんか王道中のなんか王道っぽい感じのプリンセスってあんまりね、なんか王国のも昔からお姫様でみたいななかったじゃんね。ラプンツェルもさ、途中さらわれてる姫だから、まあ王道ともちょっと若干ちょっと違うかなみたいな、わらわのね、まあ個人的偏見があるんだけど、だけどももともとお姫様でみたいな、でいろいろあって立ち向かうみたいな王道みたいなね、これはまた素晴らしいなってね、思ったわ。です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 。はい。はい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 。ということで、お上手。ありがとう。ありがとう。ちょっと一回お茶飲むわ。結構たくさん飲んだから、たくさん歌ったからな。ちょっと一旦ちょっと歌を歌わせて、歌を歌わせてもらったから。ちょっと、歌って、お茶飲みますか。はい。
ちなみにこのこっからはさ、この後はさ、何歌うか全然考えてなかったんだけどちょっと歌いたい曲はとりあえず歌ったわから、この後じゃあみんなのリクエスト曲を歌いたいと思うんじゃけど、何歌ってほしい何歌ってほしいかちょっと言ってみたら、言ってみたらいいと思うわ。そしたらその曲歌ってみようかな、歌える曲じゃったらって感じじゃわ。うぬうぬ、歌える曲じゃったね。Remember me, da 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 da. Remember me. あー、いいね。でもね、Remember me ね、一回見てるんじゃけどさ、まだ歌えるまではちょっと見込んでないのよね。A Whole New World はデュエット曲じゃから無理無理。ピーチレスってなんじゃったっけ？何の曲じゃったっけ？ピーチレスって。ちょっと待って、ピーチレスってどんな曲？どんな曲？ごめんな、ちょっと作品名教えて。ライオンキング、ライオンキングを歌える、ライオンキングを歌えるな。カラーオブザウィンドウ、アポカホンタス、イントゥジアンノーンも好き、好きよ。わらはね、どちらかというと、アナ雪は、アナ雪2の方が好きなんよね、実は。アナ雪2はね、また変わってくるんよ。またね、ワンとはね、趣向をね、変えてくる。大人向けになってくんよ。泣いちゃったもんね、あのシーンとか、このシーン。はい。Make you happy! Make you happy は20よ、それ。ディズニーじゃない。スーパーカリフラティスティックエクスペシャリティ、あー、いいね好きよ、それ好き、わらは好き、元気になるもんね。歌おうかな。はいはいはい。モアナも好き、モアナもいいよね。じゃあちょっと、じゃああれ歌おうかな。これかな、スーパーカリフラジスティックエクスピアリ、よし、じゃあスパッと決めたわ。もうね、ちょっとね、もう懐かしすぎてもうそれ歌うわ。もう口回るか分からんけどやってみようと思います。じゃあ行くぞ。モアナはね、やっぱ最後の方で歌おうかなと思ってるので待ってくれ。はい、スパカリ歌いましょう、元気になるから。よし、行きましょう。待って、歌詞ないじゃんこれ。ちょっと歌っちゃおうさん、歌っちゃおうさん、ちょっとこれ歌詞ないと笑う絶対無理ですよこれ。ちょっと待って、歌っちゃおうさん歌詞ないじゃん。ちょっと待って、歌詞ちょっと待って、検索これか。歌詞を検索しよう。ちょっと待ってこれはすく、ちょっと待ってよ、歌詞なしでいけるかな、いけないか、ちょっと待って、歌詞調べてるわ今。歌詞、あたたたた、行くぞ。スーパーカリファジスティックエクスピアリフローシャス、どんな時も忘れないでどうぞ、望みを叶えてくださる言葉、スーパーカリファジスティックエクスピアリフローシャス、アンディディディリアンディリアイ、アンディディディリアンディリアイ、アンディディの隅々へ行きました、どこの…あどこの国でもこの言葉を話せばみんな褒めたたえる、あなたの言葉は素晴らしいぞ、オー、スーパーカリフラジスティックエクスピアリドーシャス、どんな時でも忘れないでどうぞ、望みを叶えてくださる言葉、スーパーカリフラジスティックエクスピアリドーシャス、アンディリディリアンディリア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 、アンディリディリアン
たずらの僕をいつもパパがお仕置きにほっぺぐつねりました。ある日覚えたこの言葉を歌えば不思議よ痛くないぞ。オースマカリフラジスティックエクスピアリドーチェ、どんな時にも忘れないでどうぞ。望みを叶えてくださる言葉、オースマカリフラジスティックエクスピアリドーチェ。アンディリディリディリアンディリアイ、アンディリディリディアンディリアイ、アンディリスの隅々へ行きました。行きました。どこの国でもこの言葉もみなせばみんな褒めたたえる。スーパーカリフラティスティックエクスピアリドーチェ、どんな時にも忘れないでどうぞ。望みを叶えてくださる言葉、スーパーカリフラティスティックエクスピアリドーチェ。スーパーカリフラティスティックエクスピアリドーチェ。ちょっと待って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 、結構きつかったんだが、途中ちょっと歌詞が追いつかなかったんだが歌えんよ。頑張ったけど歌ったわ、むずっちょっともまたリベンジさせていただこうと思う。またリベンジさせていただこうと思う。いやおもろいねこの曲ね、めっちゃね、アンディリディリディリアンディリライアンディリディリディリアンディリライがねめっちゃ楽しいのよ。歌ってみ、元気になれるから。スーパーカリフラジスティックエクスピアリドーシャスやからね、みんなちゃんとね、いやよ、スーパーカリフラジスティックエクスピアリドーシャスやからね。これ言ってみ、口今言ってみ、言えるかな言えるかな、これ言い切れるとねすっごい気持ちいいぞ。メリーポピンズ好き、わかる、メリーポピンズいいよね。メリーポピンズさ、なんかさ楽しいよね。なんかディズニーのさ実写映画の中、実写映画って確かあれメリーポピンズがさ初めてじゃったよね、実写映画。そうじゃったと記憶してるんじゃがね、やっぱ記念すべき一作目じゃよな。はーい、ちょっと待ってよ。はい、スパカリフレディス、あやばい、もう時間がもうそろそろもう名残惜しいけど、ちょっとすまんない、ちょっと待って、スパカリフレディスエスピアリドーシス、ちょっと長いわ、わらわにかかってるわ、ちょっと長すぎるわ、長すぎるわ、ちょっと待ってよ、ちょっと2段にしよう、さすがに2段にしようはいはいはい、あ、ズートピアも好き、わかる、ズートピア尊いよね。我はあれでちょっと獣に目覚めつつあるとんでもないこと言っちゃった大丈夫かなあれで獣の良さが分かった。なんか獣、何が獣いいんじゃか全然分かってなかったのよね、何が獣じゃっつってな、何がいいんじゃろうとか、もう 何言っとんじゃろうと思っとったんじゃけど、ズートピア見てから獣いいよな、獣いい、わかるってなっちゃった毒されたズートピアによって。でもズートピアによって獣に目覚めた者たちは多いって我は思っとるぞ。やっぱディズニーは罪深いわ、罪深いと思わんか。獣は最高ですよ、わかるわかる、今もわかる、今はわかる、前はわからんかった。ズートピアを見る前と 見た後で獣は尊いってなったもんな。うん、わかるわ、はいはいはいあ、トダ殿わかる、あーナイスパー、ありがとう、トダ殿ナイスパー、ありがとう、ありがたくいただくな、にっこり。やっぱ獣なんかな、獣か違うか、わかる。ちょっと待って、ピクシブで検索しまくったっていうのがもう同意すぎてやばいんじゃがあ、ズートピア見た後にピクシブでもうニタニタしながら見あさったわ、最高じゃった、やっぱ肉じゅり最高肉じゅりしか勝たんわ、やっぱな、ね、とうとういわな、ズートピアは変態にしか作れないうーん、一理ある。あ、おとぎ猫殿ありがとう、ケモナーか、ナイスパー、ケモナーか、ケモナーだな、ありがとう、わかりみが深いな、ガチだよな。だからね、ズートピア見た方がいい。まだズートピアね見てないよっていうものは今すぐ見て世界を広げた方がいい。もう本当にもう一文は一見にしかずじゃから、本当にわらわのこの話聞いたら早く見ることね。そして獣の世界へいらっしゃい。はい
あ、やっぱり初見いらっしゃい、初見いらっしゃい。初見にはリンゴを潰す。うん、喜べな、リンゴジュースだから飲め。はい、応援しております、ありがとう。応援してる者にはリンゴジュースを差し上げる、飲め。はい、ありがとう。じゃあね、もうね、最後かな、もうラスト1曲になると思う。ラスト1曲じゃわ。まあここでもあ、ズートピアだと実はオッターン夫人推しそこなんかオッターン夫人推しなんじゃ。まあでもちょっと待って、オッターンってさ、あのさ、あれじゃね、なんかあのオッターンって、あれちょっとあのなんか夫婦のやつよね。いや、すごい、なんかオッタートン夫人、オッタートン夫人かわいそうか。なるほどね。まあ刺さるものには刺さるじゃろうね。なんか声もさ、心なしかさ、艶っぽいんよね。わかるわ。あ、みんな、なるみゆだの、こんばんは。今来たばっかりだけど、ごめん、ラストになるわ。ラストな、ラストラストラスト、ラストね。何歌おっかな。じゃあもうラストはあれにしますか。はい、ちょっと待ってよ。ラスト、ちょっと待ってよ。ラストラストラスト、待ってくれ。違うんじゃって。よし、これだな。大切な日だからね。大切な日なんだよね。よし、ラスト歌いましょう。ラストはいざゆかん、いざゆかん、冒険の始まりじゃ。独身の道は波動の道ぞ、ということで、進路に困った時はこの曲を聴くと、なんか心なしか背中を押されて何でもいけるぜってなるので、これはね、この春からの新社会人、新入生に送りたい曲。さあ、今参りましょう。元気になる曲じゃ。この曲。何をずっと一人見つめてた、何も知らずに。そうよ、期待に応えたい、でも気づけばいつも海に来てるの。どの道も進んでもたどり着くとこは同じ、許されないの、憧れの遠い海。空と海が出会うところはどれほど遠いの。追い風受けこぎ出せばきっとわかるの。どこまで遠く行けるのかな。そうね、みんなとても幸せそうだわ、それはわかるの。そうよ、自分の居場所があるのってほんと素敵なことよね。この道を進んでく、望まれることは同じ、でも心に秘
違う歌、光輝く君が私を呼んでる、おいでよ早く見つけてほしいと呼んでる、教えてよそこには何が待ってるの、空と海が出会うところはどれほど遠いの、追い風受けこぎ出してきっと私は独身の道は波動の道ぞということで、はーい、ふー楽しい、はーい、ということでな、皆に刺さる最後の曲じゃって、もうわらわもうこの曲さめっちゃね好きなんよね。なんかね、こう行き詰まったりとかさ、いろいろ人生山あり谷ありじゃけどさ、やっぱり自分が信じた道を行くのが一番後悔せず良いぞということで、はい、ありがとう。もうね、早々と終わりになってしまう、ごめんな。あら、ゆき殿、ナイスパ、ありがとう。よし、行こうな、自分の信じる道を行けということで、これでわらわのカラオケ配信は以上じゃ。やっぱディズニーはたぎるよな。なんか一つ一つさ、歌詞もさ刺さるし、でもあの情景がまたさ浮かぶとさ、浮かんでまた来るよね、たぎるよね。あ、おとぎ猫殿、ナイスパ、ありがとう。ケモナーのおとぎ猫殿もう知っちゃったわ、一つ性癖をな、ごめんな。これからもよろしくな、いつもありがとう。あ、ニホ殿もありがとう、ナイスパー、ありがとう。あ、これからも応援している、ありがとうね。まあそんな感じでちょっとね、早々と足早に終わってしまうのが申し訳ないんだけれども、またね、あのカラオケ配信の時は、今度はね、前ディズニー縛りで歌ってみたいなって言っとったけど、今度はミュージカル縛りで歌いたいなって思ってるので、その時はまた来てな。はい、あ、マムータ殿もありがとう、ナイスパー、ありがとう、ありがたくいただくな。そしてオルカ殿もナイスパー、リンネ様のどこまでも、あ、ありがとう、最高でした、泣きそうになりました、ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとう、共に歌って参ろうな、うん、頑張ろう。あ、ダリア殿も一足先に乾杯、ありがとう。ミュージカル縛りまたねやろうと思うので、その時はよろしく頼むぞ。じゃあ俺を5つ終わりにしていこうと思う。じゃあな、じゃあ俺を5つ終わりにしていこう、ごめんな、早々と終わってしまうが。え、ムトリだの、ありがとう。ユーの人、ありがとう。やだ、素敵、楽しみにしてます、待っててな、待っててな。おとぎ猫だのもありがとう。マキノだのありがとう。ミスターノンだのありがとう。声聞いて嬉しかった、うわ、こちらこそありがとう。ランナーだのありがとう。投稿のパッチンだのも、美声タンク溜まっちゃったな。人だのありがとう。ミュージカル好き、いいよな。ウシだのありがとう。ナイスパ、ムトリだのありがとう。え、ユーリだのありがとう。シャックリだのありがとう。投稿のパッチンだのありがとう。どこまで言ってる、ユーの人は言ったな、ユーの人ありがとう。ユーリ殿言った、ピコマシン殿ありがとう、ユキ殿ありがとう、通り殿ありがとう、後輩金玉ライダー少佐殿ありがとう、オルカ殿ありがとう、ダック殿ディズニー最高、分かる、分かりみが深い、ランラン殿ありがとう、楽しかった、ありがとう、ウラも楽しかったぞ、ユキ殿ありがとう、お疲れ様じゃね、ヒト殿ありがとう、チーズ殿また聞き返しもまた聞いてな、リナ殿もありがとう。20時過ぎた、参ります、はい、友人のところに参りますので、はい、ということで皆の者、深瀬博士様ありがとう、参ります。じゃあな、皆の者、また巡り会おう。ちょっと明日は配信できるかどうかわからんけれども、まあちょっとわからん、まあ水曜日は確実でやるので待っててな。ではまた、さらばじゃ。